はい、どうぞ。今回はですね、リスナーさんからよくセットどうしてるんですかってよく言われるんですけど、それのセットの仕方をやっていきたいと思いまーす。で、まず朝起きてまあセットするってなった時に、まず全部髪の毛を濡らしてください。全部ね、もう全部で、そして次にこちら、これが結構重要になってくるんでね、ドライヤーで肩を作ります。まあ、僕の場合結構髪の毛長めなんですけど、そうですね、ドライヤーでまず肩作り、まあ横はこうコース、でまあちょっとボリューム欲しいと立てたいとこはこうね、濡らした後ですよこれ。でまあ大体形を作れてるんかわかんないですけど作りましたと。そして次にまあワックスですね。僕が使ってるのはこちら、何のメーカーかわからん。でみんなこっちから取りがちなんですけど、絶対こっちから取ってくださいね。でまあ量は1回目は、3回目に行った時ぐらいの量で、でまあ手全体的にこうなじませる感じで、でももう全部毛全部にっていうのを何回も繰り返していきます。毛という毛に巻きつけていってください。揉み込む感じですね。もうここも これもここも後ろもですよ。でまあ一回こんな感じでバスケットボールみたいにしてもらって、あとはも持っていきたい方向にちょっとまあ流していく感じですね。まあ ここはまあいらないんでこうですよね。でまあちょっとチネリ入れながらですね、束を作っていく感じで、このチネリながら前に持っていく、チネリながら前に持っていく感じです。わかります？このチネ前。鏡見ながらやらなあかんか、難しい。もう後ろはもう大体ですね。ちょっと後ろ見てもらえますね。まちゃん後ろ見てくれる？よっ。OK だそうです。僕もセットするよーって。でまあ前髪も。ちょっとこういう感じにしたいんですよね。でまあてっぺんはまあボリュームを出しながら、まあ、ちょっと右に流す感じなんで、まあまあまあこんな感じですかね。やっぱセットって難しいですよね。はい、ということで、とりあえずこんな感じで形はできました。で次、最後にスプレーで固めます。まあ、今回はまあ別にどこも行かないでしないですけど、よしっと。
てな感じで、まあ単発のセットの仕方できてるかわかんないですけど、こんな感じですかね。うんね。でまあこの髪型が飽きた、髪型というかセットが飽きたってやっても、このすぐこうオールバックにできるんで、ね、こうやっても完璧ですね。バスケットボールにもなれる、こういったセットの仕方となっております。どうもありがとうございました。